い時だと6本。6本飲むの？うわぁ、炭酸だ。炭酸ってさ、どうなるの？これだけの砂糖が入っています。無理無理無理。はやです。はやです。今日は一つ実験をしたいと思います。はい。で、実験を始める前にちょっとはやにお使いをお願いしたいと思います。はい。ここに100円玉があります。これでいつもの場所の自販機でいつものジュースを買ってきてください。はい。じゃあお願いします。はい、よーい。ドン。ママちょっと待って。はい、7分かかりました。やっぱり飾ると思ってた。はい、じゃん。はい、はやが帰ってきました。はい、こちらのジュースは何ですか？ライフガードです。はい、あやはや家が結構飲む炭酸のジュースです。はやってこれ1本あっという間に飲むよね。はい、今回やりたいのは、このジュースにどれだけ糖分が入っているか、砂糖が入っているか実験したいと思います。はい。砂糖って取りすぎると体に良くない。良くないよね、むしろ悪いよね。っていうのを実際どんだけのものが入ってるのかちょっと見たいと思います。どうやって見るの？こしたら砂糖が出てくるってわけじゃないので今回は煮詰めます。煮詰める？はい、煮詰めるとだいたい最後に残ったの飴状のものが白色の。じゃあすごい時間かかるよ。かかりますね。しかも白とは限んない。でもあの食塩は白い。ああ、そうそうそう、やるね。ああいうような感じでやります、実験を。はい、せーの、レッツライ。あなたたちジュース好きですよね。はい。週に何本ぐらい飲んでますか？多い時だと6本。6本飲むの？多い時はその4本じゃない、週に。週にね。だからそれって明らかに多いんだよね。ママたち子供時代そんな飲めなかったです。いかにあなたたちが糖分を取ってるかっていうのをちょっとお見せしたいんですよ。はい。なんか声が元気がなくなってはい、じゃあ準備しましょう。はい、何がいりますか？ガスコンロ。ガスコンロ、他には？鍋。はい、じゃあ準備してきてください。はい、ね、近くに燃えるものとか置いちゃダメだよね。うん、我が家の一番古いフライパンが登場しました。いいよ、いいよ。いや、でも別に普通伸びて、普通伸びて。一口飲む。やめやろ。だってこれの内容量でいくら砂糖入ってるの？飲んでまた意味がないよ。いきます。うわぁ、炭酸だ。炭酸ってさ、どうなるの？飛ぶんじゃないですかね。じゃあなるほど。泡？泡？すごい匂いする。いい匂い。飲みて、普通に。これが飲みて。600ml？ 500ml 少ない？ライフガードってこんな色してます。はい、じゃあ、いきます。はい。ね、ほら、ブクブクしとるよ。炭酸が上がってくる。二酸化炭素。二酸化炭素。二酸化炭素。それとも違うな。なんかさ、ハヤの方にさ、取っ手があるじゃん。あれが心配。こうやってりそう。そうそうそう。ガシャーン。やりそうやりそう。あー、ガシャーン。それと？ね、ちゅうかさ、これさ、ここに書いてある分量混ぜればさ、自分のライフガードできるんじゃない？やってみよう。そうか、やってみよう。用意するのね、それ。今のうちにあなたたちに質問しておきましょう。WHO が推奨している1日あたりの取る糖質の摂取目標は何グラムですか？いいよ、知らないから。30。30。はやは？じゃあ32じゃなくて40。40。答えは25グラム。この缶を見るだけでどれだけ砂糖入ってるか分かるんですよ。分かるんですけど、今回はあえて目で見てもらうためにグツグツしております。いや、傘入ってない？中の。なんかちょっと傘入ってる。あの、水飴できそうじゃない？あー、そんだけ砂糖入っとるんやろ。今何分ですか？
からちょっとあの周りが色が変わってきたので多分これ焦げます。これ以上入れると気持ち悪い。練り飴やね、ほんと。うん、ね、うまそう。なんか吸いできた。あ、すごい。だから私が作ったなんて。これちょうどここになりますね。ということで完成しました。はい、現在の様子どうなってるかというとこちら。色が気持ち悪い、色が気持ち悪すぎる。ちょっとね焦げたんだと思いますね。焦げたの。だけどほらこれが全部糖分って言いたいところなんですけど、糖分以外のものも入ってます。はい、これを見てあなたたちどう思いますか。多いですね。これだって飲んでるんですよ。あなたたちが飲んでいるこちらライフガード1本にはこれだけの砂糖が入っています。無理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 。これわかりますでしょうか。これを1本。1本にこれだけの砂糖入ってます。どうやってわかったかというと、ここに書いてある。はい、成分表ってあるんですけどここにね。これの炭水化物っていうところを見てください。あやさん何グラムって書いてありますか。炭水化物は9グラム。それは 100ml 中の 9g なのでこちらカンカン500入ってます。ということは単純計算5倍してください。45。はい、 45g の砂糖が1本に入ってます。見てこれ、あなたたちジュース1本飲むだけでそれだけの砂糖を食べてることになります。さてじゃあ見つめてる最中にママ一つ質問しましたよね。 WHO が推奨している1日にあたりの糖質の摂取目安は25です。それいくつ。45だっけ。はい、あってことはジュースだけで約2倍の砂糖を1日で摂ってます。え、ご飯とかも含めると思ってるわけね。それからご飯とかもろもろいろいろ食べてますよね。もうダメださあ、はや、あなたジュースがなければやっていけないあれですね、体質ですね。しかもお菓子めっちゃ食べますよね。うん、けなかったですけど食べてるんですよ。どう飲むんでしょう。ジュースという液体を飲みながらこれだけの砂糖を食べてるんです。ジュースの回数を週に何回も何回も飲むんじゃなくて週に1回とかちょっと考えて飲んでいく必要があるってことを自覚してください。将来体の至るところが悪くなってその原因がジュースだったとかお菓子だったって言った時あなた後悔しませんか。ハヤが倒れた時、ハヤが面倒見ないといけないですけど、あ、弟にちゃんと言い聞かせてくださいね。面倒見ね。糖分の量を知ってもジュースは美味しいのでまた飲みたいです。そうです。今日の動画は何ですかね。はい、まあいいわ。あ、でも糖分それだけ入ってるってことは自覚してくださいね。うん、最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。すごい、あ、もうくっついてる。食品サンプルな。あ、ちょっとストップストップ。やっぱやめられへんな。